はいどうも、ダシです。今回はゆっくりボイスで実況していきます。ルールはダチエリア。使うのはパブロヒュー。サブはトラップでスペシャルはスフィアです。ウプ主は X になるまで、無印のパブロしか使ってこなかったのですが、最近パブロの強い人たちを、見ていると意外とヒューを持っている人も、多く、試しに使ってみようと思った次第です。使ってみた感想ですが、確かにダチエリアならヒューの、方が使いやすいかもしれません。パブロはもともと塗り能力が、高い上に、トラップの塗り返し能力が、加わることでエリアの維持能力は、かなり高いです。ただ一方で、無印パブロにあったスプラッシュゴムがないので、射程の短さをゴムで補うプレインズができず本当に、辛いです。特に打開の時は、敵に近づけないと何もできないので、射程の防御で抑え込まれることが、多いです。なので、打開の時は一人で突っ込まずに、スフィアを貯めることをまず考えます。また、前線にいないと何もできない武器なので、味方が前にいる時は積極的に、飛ぶようにしてます。その動きがしやすいようにギアも、カムバックゾンビ受け身を採用しました。次は防衛のターンですが、パブロヒューはかなり守りやすい武器だと、思います。まずはエリアにトラップを置いて、塗り返しに備えつつ、自陣を塗り固めて有利盤面を、作っていきます。ここはジェッパが見えたので、狩ります。パブロのジェッパ狩りはエイムを、合わせる必要がなく、近づけさえすればまず狩れるので、かなりやりやすいと思います。なので、こちらに気づいていないジェッパに、手が届きそうな時は多少無理を、してでも狩りに行きます。さて、キルは取りましたが、エリアが取られてしまったので、取り返したいところ、塗り状況が悪いので、一旦引きます。雨が見えたので、それが終わるのを待ちつつ、スペシャルが溜まりそうなので、それを貯めてから状況を、伺います。味方の雨が見えたので、すぐにスフィアを吐きます。敵のカウントは進んでいるので、一旦塗り返してペナルティを、つけたいです。お風呂をやったので、塗り返しに戻りますが、まさかのゴムでです。ただ味方のおかげで一旦はエリア確保です。さらにそのまま味方がキルを、取ってくれたので、安心して飛びます。味方が前を張ってくれているので、自分はエリア管理と、敵の抜けを見る係になりそうです。適当にあたりを塗りつつ、敵がどこにいるかを確認していきます。敵が出てきたので潜伏からキルしようと、思いましたが、読みが外れてやられました。そのまま味方3落ちになったので、敵の打開成功ですね。ここのジャンプは、敵の2落ちを見て、味方を守るヘイトガイプラス受け身からの、ワンチャンを狙いましたが、完全な握手でした。ただ味方がいい感じに中央を、取ってくれたのですかさず飛んでいきます。あ、ジェッパがいますね。狩りましょう。狩りました。そのまま裏取り気味に動きつつ、スペシャルが溜まりそうなので、狙っていきます。そろそろカウントリードを、取って安心したいので、中央に居座ってエリア管理の、モードに入ります。敵の負荷を言わせず、エリアの塗りを最優先に、立ち回っていきます。こういうギリギリの塗り合いの時に、トラップの塗り能力が本当に強いです。あ、ジェッパわかります。そろそろカウントリードが見えてきたので、頑張って、維持したいところ。ですが雨とゴムで下がった隙に、塗り返されてしまいました。ここは一旦下がり、スフィアを使って打開することを、考えます。敵は一落ち正面に2枚、手前に最後の1枚が見えたので、ここで飛び出ます。スフィアも即発動して、エリアの取り返しは成功です。3発当てた敵は、あと一振りで倒せるので、確実に仕留めに行きます。2枚いたのは予想外でしたが、倒せたのでいいでしょう。一瞬3落ちだったので、リードはできそうです。とりあえず左右を塗り固めて、有利盤面を作っていきます。確実にリードしたいので、前には出ず、エリア付近で状況を、伺います。あ、ジェッパはか、か、か。狩ります。インクギリギリでした。とりあえずジェッパをエリア外に、向かせつつ、最終的に狩れたのでよかったです。エリアは一瞬取られましたが、カウントリードを取り、さらに3落ちも取れたので、かなり有利状況ですね。味方がどんどん前に詰めているので、自分は周囲を塗り固めておきます。雨が来たので、一旦様子を見つつ潜伏。焦って飛び出てきた敵を狩ります。ここはもう一人やりたかったですが、ミスってスフィアを、吐いてしまいやられました。ただ味方の復帰の方が早かったので、有利状況は続きそうです。自分もすぐに飛んで前線に、出ます。エリアにトラップを置いて、ここがば、ゾンビギア積んでるので許してください。そんなこんなで、閉まらない最後でしたが味方が、守りきりノックアウトです。この試合はたくさんジェッパを、
枯れたので楽しかったです。それでは次の試合に行ってみましょう。2試合目はモズクの応援です。金網が多いステージなので、そこを早く動けるパブロは結構戦いやすいですが、ガチエリアだとそれもあまり活かしづらいイメージです。初動はまずエリア確保、最優先に動きますが、今回は左金網からの、不意打ちを狙ってみます。塗られてたので警戒しましたがいないみたいです。高台から敵を探しつつエリアに、戻りますが、味方が身落ちしたので、引き気味でエリアを塗って時間を、稼ぎます。パブロは塗り能力が高いので、一人でも塗り負けずにキープできることも、多いです。走行してるうちに味方が、復帰、キルを取ってくれたので、無事エリア確保です。抑えのターンですが、まずは最短の敵中央ルートを、見ます。とりあえずトラップを置いておくだけでも強いです。味方が一瞬3落ちを、取ってくれました。やることもないので、敵陣に乗り込んで時間を、稼ぎに行きましたが、ここのクーゲルを、やれないのはダメでした。そのまま味方に落ちてピンチですが、味方が中央を取ってくれているので、急いで飛びます。雨が来たので一旦引きますが、塗り返されたくないので、トラップを使ってエリア維持を、頑張ります。と言ってるうちに味方が敵の、2落ちを取ってくれたので、自分はエリアを維持します。カウントがもう少しになってきて、敵はもう最短中央に、来るしかない状態なので、そこを注意したいです。ここの敵は届くので積極的に、狙いに行きます。お互い3落ち同士になりましたが、この状況のクーゲルには、絶対勝てないので、死なずにエリア管理を意識しにました。塗り状況的にエリア確保されそうな場面ですが、味方が粘ってくれているので、急いで飛びます。ここ受け身。味方にヘイトが向いている敵がいたので、ラッキーでした。敵が3落ちなのでエリアを、塗りつつ、最後の一人が見えたので、スピアで確実に狩ります。これで敵は全落ちですが、残りカウント的に敵は、もう最短中央に来るしかないので、そこをスピアで塞いで、勝ちです。この試合はパブロヒューのエリア維持力が、わかりやすい試合だったのではないかと、思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。